では、次にこちらサイバー人軍7パック開封していきます。じゃあ開封していきましょう。フォースリターン、エラジュ、アーメイド総兵、弁慶、飛天月牙。まあこの必殺はそんなでもないので、はい、まあナノマシン忍者とかが出てくれると嬉しいんですけど。桜吹雪、おお、電子忍者紫電。はい、嬉しいですけど、こちらね、お菓子の方でちょっとついてくるんですよ。今度1月じゃなくて2月頃に発売する商品の お菓子についてくるカードになってしまって、価値が下がります。なので売りたい人は今のうちに売った方がいいです。まあ俺はコレクションで取っとくんで、デッキ作るとかにも使いますけど、もう価値がだいぶ下がりますね、2月頃から。お菓子でつくんで。はい、次。キャスリング。信玄。はい、破棄新曲。あと一応余談ですけど、ドラゴナックルも価値下がりますね。ドラゴナックルも普通にノーマルカードになるらしいです。普通についてきます、お菓子で。ちょっと、すみません、また親戚来ました。出したらちょっとまた、すみません、一旦切るかもしれません。ちょっとすいません、切りますね。はい、切りまーす。すいません。残り2パックちょっと開封します。これが出てちょっと開封してたとこですね。ちょっと、すいませんでした。ま、多分大丈夫だとは思うんで。おー、ガエルカーン。究極レアのガエルカーン。どんだけ俺運がいいんだろう。やばすぎる。嘘だ。試練にガエルカーンか。ちょっと親が喋ってんで、すみません。すみません。ちょっと早めにやります。やっぱダメだ、朝は。はい、すみませんでした。ちょっと、一旦終わります。はい。ガエルカーンと、はい、試練が出ました。すみませんね。ちょっといろいろとあって。はい、ガエルカーンと試練ですね。ガエルカン、ここが黄色いだけですけど、究極レアです。はい。これはいいですね。ってことで、ご視聴ありがとうございました。